はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日2022年7月18日、午後少し回ったところで収録しております。今日は朝7時にメモリアル動画背景三浦春馬様をアップさせていただきました。今回は55人の方から送っていただきましたお便りメッセージを丹波篠山市にございます映画森の学校のシンボルツリー的桜の元で私が読み上げさせていただいております。約2時間、少し長い動画なんですけども、約2時間の動画をアップさせていただきました。お便りを送っていただけた方はもちろんなんですけども、今回お便りを送れなかった方も、きっとその中に皆さんのお気持ちにすごい近いお便りがあるかなと思いますので、お時間があるときにまたゆっくりと見ていただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして今朝一番に教えてくださったのは、ほっこりカフェファミリーの台湾のさえさんが、まず、アミューズの公式ホームページに、春馬さんの納骨されたという知らせが出てますよとさえさんが教えてくださいまして、その後何人もの方が、教えてくださいましたので、おそらくもう皆さんこの情報は知っておられる方多いかなと思うんですけども、本日7月18日に、アミューズさんのホームページに三浦春馬に関するお知らせとして、情報が公開されましたので、ちょっと私も思うところもございますので、ちょっとこちらを紹介させていただきたいなと思っております。まず読み上げさせていただきます。ファンの皆様、関係各位、いつも三浦春馬にたくさんの温かな思いをありがとうございます。三回忌となる本日7月18日を迎えるにあたり、お母様のファンの皆様が心を寄せることができる場所を用意したいというご意向のもと、先日築地本願寺に納骨が行われましたことをご報告申し上げます。お母様よりファンの皆様へのメッセージをお預かりしておりますということで、お母様からそのファンの皆様が心を寄せることができる場所を用意したいというご意向のもと、東京の築地本願寺に納骨されましたことを報告申し上げますということで、春馬さんの納骨が築地本願寺に、なされたということです。そしてこの後お母様からのメッセージが掲載されてますので、続いてお母様からのメッセージも読み上げさせていただきます。いつも春馬のことを愛してくださりありがとうございます。あの日から2年という月日が経ちました。この間、多くのファンの皆様からの大きな愛を感じながら、春馬のそばで少しずつ前を向きながら過ごしてまいりました。今まで皆様に気持ちを寄せいただける場所をご用意できなかったことを心苦しく思っておりました。そして三回忌となる7月18日を迎えるにあたり、事務所の方々にたくさん相談し、この度築地本願寺に納骨させていただくことを決めました。これが皆様のことを何よりも大切に思っていた彼のために、今私ができることだと思っております。これからはこの場所が春馬を愛してくださる皆様にとって温かな場になることを心から願っています。私自身まだまだ不安定な気持ちの中で日々を過ごしております。ファンの皆様の春馬を思ってくださるお気持ちに励まされながらも、一方で彼が大切にしてきた仲間たちや作品を傷つける声に大変悲しく思っております。心静かに故人を偲ぶことができるよう重ねてのお願いにはなりますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。というお母様からのメッセージを掲載してくださってます。この掲載されてますアドレスも、この動画の概要欄と、コメント欄に、紹介貼り付けておきますので、皆さんぜひ何度も何度もこのお母様からのメッセージを、心で、読み上げていただけたらなと思っております。あれから2年が経ち、お母様も
皆さんがその春馬さんを思って気持ちを寄せる場所を用意できなかったということを心苦しく思っておりましたと言ってくださってます。そして三回忌を迎えるにあたり、事務所アミズの方とも相談してこの築地本願寺に納骨させていただくことを決めました。これが皆様のことを何よりも大切に思っていた彼のために今私ができることだと思っております。これからこの場所が春馬を愛してくださる皆様にとって温かな場になることを心から願っていますっていうふうにおっしゃってます。ですので、この築地本願寺と聞かせていただきまして、私もなんかすごい不思議なご縁だなと思ったんですけども、5月末に銀座のカフェサロンドジュリエでライブさせていただきました時に、私が宿泊させていただいたのは築地本願寺のすぐ近くのホテルに泊まらせていただきまして、朝夕、この築地本願寺の前を通りましたし、夕方夜帰りましたらライトアップされている築地本願寺のなんか本当に美しい本堂を見ながら通らせていただきました。また私は約20年前に築地本願寺さんにご縁をいただきまして、音楽劇の一員として、舞台、ステージ、本堂に立たせていただいたことがございます。この時私覚えているのは何曲か歌わせていただいたんですけども、アルバムほっこりカフェにも収録しております、太陽の愛を築地本願寺さんで歌わせていただいたことをすごく覚えております。その私もご縁をいただいてました。この築地本願寺さんに、この度お母様、春馬さんの納骨をなされたということで、で、またこれからこの場所が春馬を愛してくださる皆様にとって温かな場になることを心から願っていますということで、本堂の方で、この春馬さんの思ってる皆さんが手を合わせて行かせていただくということを、こうして許していただいているということは本当にありがたいことだかなと思っております。これは決して当たり前のことじゃなくて、築地本願寺さんは、まあ、本堂を一般の参拝客の方に、開放しておられますので、午前からおそらく朝、夜の6時、7時、8時ぐらいまで、皆さんがこう参拝させていただけるので、そうした形で本堂で手を合わさせていただくということを許していただいてます。もしでもこれが、小さな普通のお寺さんなんかに納骨された場合、たくさんの方がその押しかけるとお寺さんがすごく迷惑されるので、私もまあ京都で有名なお寺がたくさんあって、そのお寺に有名人の方のお墓があるのも私も知っております。そうしたこのお寺なんかは、その有名人のお墓があることは公にされずに、本当にその有名人の方のご親族の方だけがお参りしていただけるようにされているところを私も知っておりますので、こういう形で春馬さんが、お母様がこの築地本願寺に納骨していただきまして、本堂にお参りをさせていただけるというのは、まあ、本当にここにもありますように、春馬さんを愛する皆様方を思ってこの築地本願寺を選び、また築地本願寺さんも、こういう発表がされますと、たくさんの春馬さんのファンの方がお参りに来られることは、想像に難くないと思うんですけども、それを考慮されて、なおかつ春馬さんの納骨を受け入れていただき、そして、春馬さんのファンの方々が、手を合わしに行かせていただくことを、許していただけると思いますので、これは当たり前のように思って、決してこの当たり前じゃないし、お母様がこの築地本願寺に納骨ということを選ばれたこともこの中に思いが書いてありますけども、本当に皆さんに手を合わせていただく場所を提供したい、その思いで、お母様の思い、そしてお母様の思いに本当に受け入れてくださっている築地本願寺さんが、本当に今回私これはありがたいことかなと思っておりました。こういう場所がなかったということで、本当にたくさんの皆さんが土浦を訪ねたり、様々なゆかりの場所を訪ねたり、また鉾田の春馬さんがサーフィンをされてた海を訪ねたり、様々なところを訪ねて、春馬さんに思いを寄せ手を合わされてたと思うんですけども、これからはこの東京の
築地本願寺さんがそこにまさに春馬さんの納骨、安らかに眠っておられるので、こちらの方で手を合わせることができるというのは本当にありがたいことかなと思っております。浄土真宗の、本願寺派、西本願寺の、まあ、別院になろうかなと思うんですけども、この築地本願寺で、納骨されたということが、こういう形で、発表していただけたということは本当にありがたいなと思っております。その後またアミューズさんからのこうしたコメントが続いておりますので、ちょっと続けて紹介させていただきます。いまだご遺族に対する一部週刊誌などメディアの執拗な取材行為やデモ、集会などの度を超えた言動に心を痛めております。彼を大切に思う方々がこれ以上傷つくことがないようどうかご配慮いただきますようお願い申し上げます。なお築地本願寺へご参拝いただく場合は本堂にお参りください。合わせてお花やお供物、お供え物などの墓前へのお供えはお受けすることができないため、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。皆様が心穏やかに三浦春馬を思っていただけるよう心より願っております。2022年7月18日とあります。この最後のところすごく大事だと思います。なお、築地本願寺へご参拝いただく場合は、本堂へお参りください。合わせて、お花やお供物、お供え物などの墓前へのお供えは、お受けすることができないため、ご遠慮いただきますようお願い申し上げますとあります。築地本願寺の本堂、向かって正面に、本当にインドの、なんかこう、仏教建造物をこう思わせるような、そして両サイドにまた、インドのストゥーパ、仏塔を思わせるような建物が建っている、本当に素敵な本堂です。この本堂にお参りくださいということです。で、当然のことながら納骨というのは納骨堂に、春馬さんの納骨がなされていると思うんですけども、納骨堂に関しては納骨をされているご遺族の方に限り、もちろんのこと、お参りさせていただきますので、私たち一般のファンはくれぐれも例えばこの本願寺さんに、春馬さんの納骨堂はどこにありますかとか、春馬さんはどこに納骨されてますかとか、そういうことを聞く方が本当に常識ではおられへんと思うんですけども、何かこう、まあ、思いがありすぎて、そんなことを聞かれる方もおられるかなと思うんですが、くれぐれも、そういう、非常識な問いかけをされないよう、なんか私から言うのもあれなんですけど、それはもうくれぐれも、お願いします。あくまで本堂での手を合わす、本堂での参拝をお許しいただいてますので、その通り、本堂で手を合わせていただきたいなと思っております。本堂でもちろん、仏教ですので、お釈迦様、そして、親鸞聖人、そして、浄土真宗、阿弥陀如来様が、温かく見守ってくださってます。そこに眠っておられる春馬さんに手を合わさせていただきたいなと思っておりますので、くれぐれも納骨堂がどこですかとか、納骨堂を探したり、納骨堂に足を向けたり、されないようにぜひお願いしたいなと思っております。で、続けて、合わせてお花やお供物などのお供え物などの墓前へのお供えはお受けすることができないため、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。おそらく映画館にもたくさんの方が特別上映されるとき、お花を飾りたいということでご持参されたり、お花屋さんから送られたりする方もおられると思います。それを受け入れてくださる映画館のは、本当に映画館で飾ってくださったりするんですけど、それも映画館にとっては、それもちょっと困られてるっていうのを、私一部の映画館から聞いたこともございます。お気持ちはすごくわかるんですけども、今回築地本願寺になんかお花を持って行かれる方もたくさんおられるやなと思うんですが、お花やお供物、お供え物などの墓前のお供えはお受けすることができないため、ご遠慮いただきますよう申し上げますって書いてありますので、どうかくれぐれもお花も持って行かれると、そのお花をどういう風にしようかということで、築地本願寺
患者さんの方がまたそのどうしたらいいか困れたり、その手を取られるので、またこれもお花もどうか持っていかれませんよう、お願いしたいなと思います。何を私心配しているかと言いますと、お一人お一人のお気持ちは決して悪気ではなくて、春馬さんを忍びたい、春馬さんを追悼したい、そしてお花だせめてお花だけでもお供えしたい、そんなお一人お一人の気持ちは決して純粋でおかしなものはないと思うんですけども、この形式の場合、そんな方がたくさんおられると、せっかくお母様が皆様が手を合わせていただく、心が休まる、そんな場所を提供したいと言ってくださって、そしてまた築地本願寺さんもそのお母様の思いに賛同してくださって、こうした場を提供してくださっているのに、もしかしてそのお花なんかを持っていかれる方がいっぱいになってくると、築地本願寺さんの方も困られて、もしかしたらもうやっぱり一般の方の参拝は断らせていただきますなんていうことが、本当にそれが続くと、そんな悲しいことがないし、それはお母様が一番悲しまれることやし、また三浦春馬さんが誰よりも悲しまれることなんで、このお母様の思い、そして築地本願寺さんの本当にこの温かい思いを、どうか私たち、そこを本当に、なんかそれをないがしろすることなく、このお花やお供え物などというところで、きっと皆さんお花を持って行きたい気持ちはわかるんですけども、それはもう我慢していただきまして、手を合わせに行っていただきたいなと思っております。で、何かもう築地本願寺さんに何かさせていただきたいという気持ちがあられる方は、お布施を包んでいただきまして、お納めいただけたら、もうそれが何よりやと思いますので、ここにありますように、お花や穀物、お供え物などは、くれぐれもご持参されないように、本当にもう春馬さんを思われる心一つでお参りしていただきたいなと思っております。今日は7月18日、春馬さんの三回忌にあたる日に、お母様の思い、そしてまたお母様の思いを受け止めてくださいました、築地本願寺さんの本当にあったかい、思いによって、私たちが納骨されました築地本願寺さんに、参拝手を合わさせていただけるということを、ご報告いただきましたことを、皆さんにお知らせさせていただきます、このアドレスもコメント欄に貼り付けておきますので、どうか皆さん何度も見ていただけたいなと思っております。最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。お母様、そして築地本願寺様、本当にありがとうございます。皆様と一緒にまた手を合わせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。